買い付けに付き合わせてしまい申し訳ありませんでした。わざわざ手伝いを申し出てくれるとは、私の職務でしたのに。いえ、この礼は何らかの形で必ず。とは言っても私にできることなどそう多くはありませんが。釣りですか？ええ、無論構いませんよ。ああ、釣りといえばジェラルト殿も素晴らしい腕前だと耳にしました。あなたはジェラルト殿の下で傭兵として生計を立てていたと聞いています。私はセイロス騎士団の中でも新参者。あの方の業績は詳しく存じませんが、数度打ち合っただけでその力量の素晴らしさに感服するほどでした。そしてその教えを受けて育ったあなたの腕前もまた同様に、長く騎士として勤めてきた私にとって、傭兵として経験を積んだあなたの、待って待って、待つもんか。こっちこっち。子供が笑顔でいられるのは大変良いことですね。笑っていましたか、私は。ではその笑顔は忘れてください。私にはそのような権利などないのです。ええ、死んでしまった者は笑顔を浮かべることさえできないのですから。ああ、いえ、すみません、つまらぬ話を。さあ早く戻りましょう。主よ、どうか陛下の魂を。あなたはどうしました、このような夜分に。もう夜も遅い、明日に備え休まれた方が良いかと。見ての通りです。主に祈りを捧げていました。私にはこうすることしかできませんので。すでに伝えましたね。私が王家に仕える騎士であったのは一介の兵士に過ぎなかった若い私を、当時の王は騎士に取り立ててくださった。そして私には王族の守護と共同の任が与えられました。はあ、あなたと同じ教師のようなものと考えていただいて差し支えないでしょう。ランベール陛下やディミトリ殿下に文芸や兵法、学問を指南する傍ら、その恩義を守り続けてきました。あの日までは私は職責を全うできなかった。無力だったのです。はい、襲撃の報を受けた際には時すでに遅く、騎士や兵士を死なせ、陛下も私があの日もっと早くダスカーにたどり着けていればよかったのです。今の天下をあのようにしてしまったのは他でもない私なのかもしれません。そして私は妻子を捨てて国を逃げ出した。罪に罪を重ねたのです。国も家族も
本当に守るべきものの全てを放り捨てて、私は逃げた。一生をかけて私は私の罪と向き合わねばならない。ですが、私がすでにない陛下やあの日死んでいった者たちにできるのは、昔あなたと同じようなことを言った方がおりました。いけませんね、こう年を食うと思い出話ばかり。さて、やはりもう戻りましょう。祈りはもう済みましたから。廃墟のようだったこの町も徐々に活気を取り戻してきたように思えます。ですが、やはり物資の買い付けとなるとまだまだ苦労を強いられる。民の暮らしも苦しいものでしょう。早くこの戦乱が終わる日が来ればよいのですが。共に勝利をつかみ取りましょう。そして平和な世界を築くのです。しかし、いずれ平和な世が訪れたらば、私はどうすべきなのでしょうね。無論そのつもりではありました。ですが、今となってはこうも思うのです。私の役目は終わったのではないかと。新たな時代に私のような古い人間が居座り続けるわけにはいきません。兄の元から妻を呼び寄せ、修道院で暮らすというのも悪くない選択なのかもしれません。昨晩酒を煽ったからかもしれません。このような夢を見てしまうのは。そうですね、未来を見据えることで得られる力もあるのかもしれません。実は以前彼らに釣りを教えてやったことがありまして。近くの川で大きな魚が釣れたんだよ。おじさんのおかげだよ。そうか、ならば家族にも食べさせてやるといい。はーい。ああ、確かに以前言いましたね、私の笑顔など忘れてくれと。今は忘れてくれとまでは言いません。あなたの言葉が響いたのです。私を取り立ててくださったかの王は、死者を思いすぎるなとおっしゃいました。死者は死者だと。今を生きる者が死者に束縛される必要はないのだ。私の人生を生きようと思います。今のあなたも良い顔をしていますよ。出会った頃には見られなかった顔です。どのように肩書きや立場が変わろうと、あなたはそのままでやってください。ここは変わりませんね。
レア様が一線を退かれ、あなたが新たな大司教となっても、今や廃墟であった大修道院は再建され、ホドラも王の下で一つにまとまった新たな時代が来るのですね。はい、前々から考えていたことです。無論陛下にもご理解いただきました。お前の望むままに生きようと、老兵の役目は終わったのです。少し寂しいですが、喜ぶべきなのでしょう。それに私が修道院にいるからといって娘とのつながりが切れるわけではありません。たまには妻子のもとにも顔を出すつもりでいます。老い先の短い我が身ではありますが、この槍、次はあなたに預けましょう。何をおっしゃるのです。あなただからこそお仕えしたい。戦争が終わったとはいえ、ホドラの動乱はもうしばらく続くでしょう。全土を統一したファーガスと我々教団は手を取り合ってことに当たらねばなりません。私にできることなどそう多くはありませんが、教団と王国の架け橋ならばきっと私にもできるでしょうからねあとはせいぜい修道院の孤児たちに釣りを教えてやるくらいでしょうか。そうだ、大切なことを忘れていました。はい、私は私の人生を生きると決めました。ですから自分を偽るのはもう今日限りにしようと思います。大司教ゲイカ、どうか私の本当の名をお呼びください。ギュスタブ・エディ・ドミニク、それが私の名です。はっ。このギュスタブ、あなたに揺るがぬ忠誠を誓います。の誇りにかけて、あらゆる苦難から芸家をお守りしましょう。その命もその笑顔も。